ですね。これで、音声がいくはずです。皆さんいかがでしょうか？17名の、お待たせしてしまって申し訳ございません。名古屋からお送りしております。30名の CM の皆さんとかいらっしゃいますけれども、はい、来てますか？ああ、よかった。ありがとうございます。長らくお待たせいたしました。35分間も皆さんお待たせしてしまいまして申し訳ございません。オールナイト常磐の、じゃないや、常磐特会なラジオとして今日は配信をさせていただきます。ということで、改めまして皆さんこんばんは、常磐特会です。いつもは顔出しするんですけれども、お見せできない状態ですので、今日は音声のみということで配信させていただきたいと思います。はい、皆さんお届けありがとうございます。ありがとうございます。ザカさんお久しぶりです。1日ぶりでございますけど。そうです。65分の遅延をもって、申し訳ございません。皆様の心の中に遅延証明書を、そばに誰かいる？違います。私がいつもね、私配信の時はちゃんとおめかしするんですけど、今私パジャマですので、顔見せられないすっぴ違いますよ。三ノ島さん。はい。どけーよ、そうですね。この、名鉄のやつでございますけど、お見せできないちょっと妄想中。ね、なんかエロっちい配信になってきつつありますけれども。そうです。いつの間にかということなんですが、西さんに、許可いただきまして、ね、いつの間にかではありましたけれども、常磐特会のラジオでも、というかこの常磐ユーストプロの番組でも、この番、ね、ね、って言ってばっかりでございますけれども、ウエストフリートのフリアさんの曲というとおり、とりあえず許諾を取って、風呂上がり全裸ではないです。全裸ではないです。はい。ということで、今日は、私、名古屋にいるということで、ね、先ほどツイキャスもやらせていただきました、金山から、地流ですね。そこまで、バスローブ違います。はい。あ、のこのこさんは名古屋先週行かれたんですね。ね、私、本当大阪も地理は分かり、大体分かりますし、神戸も大体地理分かる、京都も分かる、広島はもう 100% 分かって、福岡も大体分かる。で、札幌も分かるんです。東京はもちろん分かります。仙台も分かります。唯一分からない、地理が全然分かんないのはこの名古屋って街で、乗る方向を間違えたりとか、今日はですね、いろいろと、ミスを犯しながらちょっと、据えております。あ、そうですね、坂さん。金曜日の名古屋。原勝の嫁ですよ。原勝さんね。はい。知多半島に行けばいいのです。知多娘ですね。はい。洋介さん、全裸待機は変態し、こら、そういうこと言わない。はい。ということでございますけれども、名古屋におります。ね、味噌カツですとかね、そういうものがいっぱい出ている街でございますね。で、今度ね、その、チリューもね、さっき風花さんおっしゃってましたけれども、要塞化するという、ことでございます。それ、期待を。褒めてございます。あ、哲郎さん、この間お疲れ様でございましたね。どうでしょう。やりました。ね、ユーストリームで、私の番組がですね、この度4月で25周年でございますので、タクシーがなんちゃ、昨日ですね、タクシーを、SC ですね、キッズステーションクラブの、モノレタクシーをですね、そのミノアバス停というところからタクシーでその護送されるということになりました。ヒロレンどうでしょうです。すみません、名鉄はいろんな方向に乗ったセントレア、中京競馬場、瀬戸線、いいですね。今回私が制覇したいのは宇都で八王子、どっちかというと近鉄の方だったので、名鉄は今回控えめだったんですが、今日は結局豊橋まで行ってしまいました。はい。洋介さん、年末名古屋に行ったとき、土手に、なんか聞いたことありますね。そうよね。今日は私は、味噌カツでした。ちょっと、どうしても食べてみたかった人知らだったので、味噌カツにしました。
のこのこさん、ちなみに桜駅で桜を取る&イコカナが、ああ、マナカで使えるかを試してみたらいいですね。美濃島さん、名古屋といえば、名古屋工場イコール小牧で F2。小牧ですね。今はもう、富士ドリームエアラインズの、ね、巣箱になってしまいましたけれど。あ、大人デイスイサミットですか、二次会まで参加しました、私。なので、もう、ものすごく泥酔してるところまでは行ってます。あ、ゴンスケさんありがとうございました。あ、そうです、ミキテさん。今回はホテルなので静かに喋っております。なのでね、風邪もひいておりません。元気でございます。今日はホテルでございますので、ここに気味で配信させていただいてます。あ、ありがとうございます。ただいま、序盤特会の上は70分遅れで運転しております。そんな感じでしょうか。あ、そうです。ヤバトンで食べました。味噌カツね。松屋のですね、ヤバ町の松坂屋に来ました。全然人いなくてね。名古屋、それでひつまぶし高いんですよね。ミキさん、暇つぶしじゃないです。ひつまぶしです。はい。スガキ屋、スガキ屋のラーメンね。これから食べに行こうかな。そうですね、隣や上の部屋から生活音がギシギシ。あ、そうですか。洋介さん、そうですね、新橋のホテルからキャスターだけはまさにこの状態。もうね、キャスな、今日はね、本当にこれまで阪急の時は、隣にお客さんいなかったので大丈夫だったんですけども、今日は、隣お客さん、右はエレベーターなんです、私の部屋。左はお客さんいらっしゃるようですね、今日はこうやらせていただいております。師匠さん、名古屋地区の近鉄は湯の山線以外全部乗っています。でも、名鉄は乗った区間の大半が、はい、ああ、もう今廃線に、ね、なっちゃったんですね。黒木さん、暇って人の人、それです。ふらっと入って食べられるね。なんでもないですよね。3000円とかしてしまいますね。ああ、のこのこさん、スタキヤは安くてうまい。そして先はです。そして、タッチさん、なので、お隣の声か、今私このマイクっていうのはカメラのマイクを使ってるので、カメラのマイクのちょっと調子悪いのかなっていう感じでございますね。名古屋といえば山行ったかつなんですね。ゆうすけさん、ひっくりのしんちゃなの暇つぶしで通じる。ね。プライスカフェのということで、私そんな金ありません。はい。かさしせさん、こんばんは。まさかの臨時配信ということで、今日は月曜日、今週は月曜日の配信ということで、ちょっと予告させていただいたんですけど、申し訳ございませんね。予告が行き届かずになってしまいました。アイデンさん、こんばんは。タカさん、名鉄は一応前線、総走り、ただし渡り線を登る。私、ヒルデンは、この度、白島線の渡り線を制覇しましたよ。俺は親子煮込みでいいよ、師匠さん。私もね、結構ヤバトンは頑張った方です。で、今日はどんなところに行ったかというと、こんなところに行ってきました。そうです。顔は場所の関係上と言いますか、私の今の、体型がですね、パジャマということからですね、今回は お見せすることができません。申し訳ございません。名鉄給料600ボルトに乗ったのが懐かしい。ねえ。名古屋さん、名鉄、名古屋といえば、藤庵の実家でどうでしょう、規模。そうですね、藤村さんは名古屋出身ということで。はい、ということで、今お出ししているのは、そうですね、近鉄スカイライナーでございますね。いや、嘘です。はい、そうです。師匠さんおっしゃったとおり、これ、賢島です。島風に乗ってまいりました。特急島村違います。これ、来週、島風の特集やりますけれども、とりあえず今日は、その取材ネタも、確保も兼ねまして、このですね、島風の方にちょっと乗って、そうです、並んでるんです。ああ、新宿買い占めてません。お金ない。そんなお金はありません。はい。黒部さん、島風のプラレールが4編成も残っていたと。しかも、ねえ、1編成ぐらい欲しいですよね。かさしかさ、出た。そうです。かしこじま駅での共演でございます。島風羨ましいということでね。1ヶ月前に予約しまして、いい席を取ることができました。なので、3月1日の9時半が発売開始で、9時32分に指定を取りました。はい。ミキティさん、そこで妄想しない。はい。あ、坂さん、実は賢島は魅力感、そうなんですね。はい。
られさ、かしこ島を不思議な延長線がボーカーなりに、そうなんですね。文字それ、そうなんですね。杉野さんありがとうございます。スガキアスプーンですね。タチさん、ラディッシュに2回行った。わおですね。そうですね。1ヶ月前に切符を取れた。今日は平日です。4月1日月曜日ですから、春休みシーズンとはいえ、なんとか取れたと。パジャマ配信賛成かもよ。でも下北の配信じゃないや、東横の1話目の配信は、パジャマです。なんですけど、今日はそれよりももっとひどいパジャマを、パジャマと言いますか、よくホテルにつけられたような着物みたいなのあるじゃないですか。あれで今日配信してますんで、非常にちょっとね、ひどい状況なので、とてもお見せできないので、昔の常磐ラジオみたいな感じで、想像してましたという。想像してくれなって。キャッ私、下の女の子に、男の子に送られちゃった。萌え、こらこらこら。はい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 。すみのりさん、月曜の名古屋へ戻り区間。そうですね。本当に月曜日だったんで、まだ私が撮った段階でも、空席が十分ありました。個室は埋まってました。そうです、浴衣です。今。浴衣になってます。そうそう、かしこ島は普通列車と特急列車それぞれに乗らないと全然乗車にならないけん。なるほど。それはなかなか。R18 配信違いますよ。はい。違いますよ。ガサスペースは島風の前面がなんかの船体まで見える。確かにね。ウルトラマンとかね、なんかそんな感じの気がしますけど。今私イナジュさんのユーストリーマーモニターを使わせていただいてます。これいいですね。ほんとこれいいですよね。ソーシャルストリームとツイートサーチが流れるっていうね。黒木さん、ガンバから大和八木でなら乗ってみようかな。ね。ただ、その島風って、プラス1000円で、とりあえずシートには座りますよ。ただ、ディズニーランド的な錯覚を覚えるという風な表現が一番わかりやすいでしょうか。結局お金はいっぱい払いますよ。1000円だけだと、シートと、記念乗車券と、おしぼりだけなんです。なので、存分に味わいたいんだったらば、5000円は財布に入れて乗った方が吉かと、思いますよ。タッチーさん、パジャマ、浴衣、ネグリジェ、次の配信を同時に見ると。私もそのモニターで、これ便利ですよね。1000円では収まらない。そうです。特急料金は1000何円します。で、プレミアム料金が1000円だったかな。なので、スズメバチプラス1000円って感じでしょ。ミルシマさん、島風やっぱりロボットに変形。ね。そう、アワーのデラックス。ただ、シートに関しては、デラックスカーの運倍といい感、いいシートになってます。これはまたレポしますけれども、ゆりかごシートではなくて、グランクラスですね。もうグランクラスのシートに類似した感じのものが採用されているので、シート自体はものすごくレベルが高いものになってますよ。アスワルバスさんこんばんは。19名の皆さんですね。ありがとうございます。黒木さん、かしこ島まで行くと徳島まで日帰りになって。意外とかしこ島から乗る方っていらっしゃらないです。結構鳥羽から乗る方が多かったですね。ネズミの組的、そっかこう覚えます。のこのこさん、名古屋近郊の中央線は活動が珍しい。そうなんですね。それはいいですね。よすけさん、某サイトでベッドの上からだとお届けしますって配信があって、MC はもちろんするから、そうなんですね。ザローバスさん、なんかトランスフォーム、そうですよね。これかっこいいですよね。師匠さん、島に行くと、浴衣で折り切る。そうなんですね。よすけさん、とりあえず787デラックス。いや、グランクラスだと思います。川が本川割りで、作られているシートになっておりまして、で電動リクライニングマッサージ機能、その他ものものついてるんですが、それはちょっと来週に回したいと思いますけれども、今日のそのメインのイベントっていうのがこの島風に乗るということでございます。レイさん、京都市の小学生の遠足の定番なんですね、伊勢島ね。マッサージって言っても腰をね、ウィーン、ウィーンって
立ち出したり出たりね、することによって、リラクゼーション機能っていう風に言っておりますけどね、少しかよくわからないかというと、徳島から加速の日帰りかの素晴らしいです。イケメン乗馬部の声を聞いてたら眠くなった。おやすみなさいませ。はい、いつもの通り、いつものようにリバーブが聞られませんので、おやすみなさいませ。はい、私のジジババ向け。でも意外とそうですね、高校生が一人で乗るにはなかなかお財布的に厳しい列車でございました。今回は本当にお金を浮かせたんです。近鉄の株主優待券を使って往復しましたので、実質、私、しまかぜの特急料金と、あと、ですね、プレミアム料金だけで近鉄に乗ってることになります。近鉄のその株主優待の乗車券はもらうものですので、それで往復しております。N700 の大名席も買おうじゃねえか、5月になったら乗ってやるんだ。ぜひ、お付けさん、その時はレポートよろしくお願いいたします。何？株主？あ、いや、私じゃない、私が株主じゃないですよ。まあね、実質的に言ってね、金券ショップっていうのはありますよね。金券ショップっていうのありますよね。あれは近鉄のね、株主優待がね、激安で買えるというお店がありますけども、金券ショップというお店で買いました。はい。ということだけでございます。タカピーさんこんばんは。名古屋でございます。あね、高木さんは本当に揉まれてて、穴波にしょの揉まれてという感じでございます、ね。株主って金券ショップです。金券ショップです。一言で言います。金券ショップです。で、千いくらで買えたかな、片道。で、これ賢いままで1700円なので、プレミアム分の得、まあ、300円は、あれでございますけど、まあ、プレミアムシート分はなんとか元が取れるかなという。金券違います。そっちの金券じゃないです。はい。のこのこさん、近鉄は週末フリーパス。ああ、そうですね。ただ今日、残念ながら週末じゃないんですよね。はい、師匠さん、TOイラもまだ ANA 株主優待券2枚と、日鉄株主優待券1枚を見しよう。ぜひぜひ今度、遠距離利用に。グラレールさん。山田線、鳥羽線、島線と分岐もなしに名前が書かれそうなんですよね。それはなかなか面白いと思ってます。関西フェイスさん、奈良から名古屋、伊勢島に行くのに、株主優待券は重宝する。本当にいいですよね。はい。そうですね、黒木さん、若手は、危ないなで我慢しましょう。ただ、島風は、一度はぜひ乗っていただきたい感じかなと。伊勢島ライナーとか、まあ、AACE ですとか、スズメバチよりも、全然違うという、そんな感じでございます。中川への、伊勢中川への乗り換えが萌えだったということでね。失礼、スムーズ、串田駅通過いたしました。はい。私の駅を颯爽と通過いたしました。はい。ということで、こちらの、おーっと、はてな、そうだ、これは、大丈夫だ。ということで、今日はまず島風に乗ってまいりました。阪急の株主優待券は400円前後。ただでさえ安い。そうですね。川奈町とか三宮とかがもっと安くなります。中川、ごめんなさい、お呼びしますね。のこのこさん。そうなんですか。前売り買えれば買え、使えたかな。残念。ただ、私、前売りは残念ながら買えなかったんで、状況的に。ただ、その、スズメバチしか乗ってない。私、近鉄は、よく名阪特急に乗る機会がありましたので、名阪特急に乗るときは、大抵、近鉄のですね、危ないな。平瀬に乗って、いつも行ってます。ほんと、島風かっこいいですよね、風花さんね。串田通過、ね。写真をちょっと、島風の写真。あとは、ね、まあ、来週の配信ということにはなりますが、1枚だけやっぱりちょっとお出ししておこうかな。
まあ、来週の配信ということになりますが、これ島風の中でいただくことができるカレーでございます。私今日ですね、昼飯抜いてこいつを食べに参りに来ました。なので私、お昼ご飯は今日はこの、カレーとスジャータアイスと、お水でこの島風の中で食べております。このスジャータは本当は伊勢のホテルかどっかのジェラートが本当はこの島風に用意されるんですけれども、品数不足だったということでスジャータが用意されたということでございます。なのでなかなかね、腸爆にしたら量が少ないということなんですが、一応まあカロリーメイト全食として食べてはおりましたけれども、このカレーをいただきます。1300円もしました。美味しかったです。非常に美味しかったです。それ品切れにすぎスジャータでございます。スジャータはコンポタージュ違います。バギラです。そうです、確か丁寧な、本当に丁寧に扱っていただきました。ありがとう、本当ね。それでまたこのカレーがものすごく美味しいという、てかさん、お昼ご飯餃子32個お疲れ様でございました。そうです、松阪牛のカレーでございます。1300円もするんです。1300円のカレーです。はい。メカフェのカレーってこんな感じ。全然比べ物にならないくらいの味でございました。ほんとコクはあるし、美味しかったです。ね、相当無理しました。その代わり私はね、昨日の昼をもうほぼ抜いてるに近い状態だったんですよ。コロッケ1個だったんで、昨日の昼その分だけ島風に還元しました。そう、松阪牛入ってますからね。松阪に泊まるなら駅弁買って乗りたいんですけど、残念ながら島風松阪泊まんないんです。ということで、1300円のですね、カレーです。それ業務用スーパーで寝とるとね。シソさん、1300円、高え。ゼロ系の食堂車で食べた帝国ホテルのカレーの方が肉が多くてボリュームがあった印象ね。え、確かにちょっとね、美味しいんです。でも1300円を高いっちゃ高いんですけれども、うわ美味しいと、ちょっと満足感にも浸れるカレーではありました。あ、声だけ聞きながら寝ます。ミキティさん、おやすみなさい。コロッケ1個だったんです。あ、マッサオさん、こんばんは。そうです、風花さん、スジャータのアイスは新幹線と同じものでございます。赤服は、そうです、赤服はね、売り切れてたんですよ、残念ながらね。これが今日の私のお昼でした。晩飯はレトルトカレー続きの日、ではということで、まずは島風に乗車したよーということなんですが、これは来週の配信で取り上げさせていただきます。車さまでトルト調理は仕方ないですが、中身はきっちり作ってるらしいんですよ。まあ美味しいですからね。洋介さん、スジャータアイスがカチコチじゃなかったら待ちなのか。そう、いや、カチコチじゃない方が食べやすいんですよ。ただカチコチなのは空気の含有量が少ないからなので、決してで、さらに冷やしているというわけではないです。では次はどれを取り上げようかな。マッサーさん、いくら高くても私ならそのうちのものだったらお金なんか気にせず食べる派。ね。それもね、いいですよね。プラレさん、だって近所の業務用スーパーで買った業務用カレーの某ロイホのカレーと同じ味。ね。そう。スジャータ、ミンテツは実は柔らかいのがクオリティだったりですね。ね、ケンケンさん、寒いので車ってぜひぜひ皆さんもね、風邪ひかれないように、布団に車ってご覧ください。23名の皆さん、ありがとうございます。シロさん、ガタガタのスナックカーで赤服を当て、ウイスキーを飲みまくった出張がいい。いいですね。プレミアムで買ってください。関西スペースさん、
サイライで食べられる伊勢茶のアイスですね。本当は伊勢茶のアイスなんですけれども、ちょっとしばらくないようです。しばらく数字あったのようです。そう、同じくらいの値段の松坂の駅弁。さて、あなたはどっちだったりしますか？なので、同じ値段でピラフがあります。それは多分美味しいと思うんです。私ちょっと海鮮系苦手なものがあるので、今回は、ありがとうございます。そうなんですよね。すみません。赤福は名古屋駅にもあるので、見送りました。でもさ、イタリアの高速鉄道ではパスタをキッチンで茹でる。あ、そうなんですね。お皿は陶器製で軽量化というより飯という心。なるほど。クラゲさん、近鉄線内の駅移動で突起を使いまくった方なので、スナック革ジャムだった。あ、なるほどね。ということで、まずは、島風に乗ってまいりましたということで、これは来週の配信で取り上げます。で、また今日、きちんとした形で配信する予定でしたのが、こちらですね。はい、一気に話が飛びます。MD90 という飛行機でございましたけれども、こちらの飛行機の特集については、再来週配信いたします。今、日本全国 BRT 機構という企画になっていると思うんですが、そちらを5月以降に飛ばします。で、4月のその第3週は、この MD90 の話題にさせていただきます。赤福は新大阪なんでもありません。そうですね。この MD90 にも登場してまいりました。広島に行くときにですね、JAL 便を取りまして、スーパー先得ってのはね、ありやすいですね。スーパー先得でですね、MD90 の飛行機運用を取りまして、乗ってまいりました。というのが、この MD90 でございますね。あ、広島には水町、まだですね、私が、登場した日っていうのは、最終日の、3日前だったので、まだ水アーチはありませんでした。アプラレさん、了解です。ということで、MD90 でございました。で、まあ、サンブローという話題もありましたけれども、広島に帰省しておりまして、広島なんかにも行っていたりもしたんですけれども、まあ、広島については全部サンブローとサイコロの旅に集約させていただきます。それ3月30日が2回でした。31日で航空ダイヤが改正でしたので、30日の終了。いいでしたね。師匠さん、私も大阪出張の土産で何でも多かったまでいらっしゃる。そうなんですね。ということで、MD90 でございました。で、あとこれもまた、おいおい配信がありますけれども、こんなところにも行ってまいりました。これは巨楽を撮って写真撮ったものです。京成の相互参道車両基地というところにも、行ってまいりました。これは私一人で取材したわけではなくて、ソニックアライアンスという私が、陣取って鉄道サークルがありまして、残念ながらもう、決められた会の方のみの、同盟なんですけれども、この、相互参道車両基地の方にも、行ってまいりました。住吉さん、なぜか、草津近鉄百貨店にも赤福がある。でも赤福はね、西日本のお土産みたいな感じになってますもんね。N ゲージ工場違います。はい。あー、なるほど、師匠さん。だって、道島ロールの賞味期限は当日のみだから会社に持ってかねない。なるほど。ね。そうです。AEK がぐがぐっと止まってある。そう、めったに見れない。ただこれはめったには見れないというよりは、月水金であれば連絡すれば見れます。月水金の午前中に見ることができます。総合参道車両基地ですね。見学に行ってまいりました。こちらの模様もですね、ユーストを、今度やります。あ、PC にドナウのこの子さんありがとうございます。あ、ディキャラさんこんばんはありがとうございます。21名の方、深夜遅くにありがとうございます。そうですね、かといってこの子はね、冷えるとね、まずいんですよね。そうすると、ちょうどいいのは赤服ということになる。
ですね。私も今回の親へのお土産は赤服の予定です。はい。うん、あ、そうですね。出町双葉の豆お餅もどうですかね。そうです、関西スペースさん。と、事前予約を取れば、月水金に、こちらのですね、京成の AE の、この時は、たまたま、運が良くてですね、AE 系だったんですけれども、いろいろな車両の全般検査を見ることができるということでございます。こちらの方は、また、後ほど4月の20日ですね、常磐の重、ちょうど2周年迎える日に、総合参道ネタをやらせていただきます。賞味期限は大丈夫、違います。はい。総合参道その時点です。その AE 型がずらーってことです。宮古さん、私の今回の遠征のお土産は栃木レモン牛乳のどら焼き。素晴らしいですね。すみません、赤服に隠れて、あ、そうですね、呉服餅っていうのがあるそうでございますね。はい。黒木さん、ディズニーリゾートラインの車両もそうですが、ここで整備されているということですね。あ、ソロバさん、そういえば大学時代に総合参道の基地に来た時、そうですか、そうだったんですね。この総合参道の車両基地はですね、運転台を、引退したですね、AE 型の運転台を触れたりですとかね、そんなものもあったりします。そうですね、一応ボケておきます。AE86 じゃない。ね。私これ今日高速バス乗ってたら AE86 が思いっきりすごいスピードでね、置いていきました。タッチーさん、いいな、ネタがたくさんあって、接触系の年の京阪3505、ラストランを魚に一周。いいですね。ね。さらばさん、まだ土地の、もちろん当時は新鋭にはなかった。ということでね。本当に総合参道は面白い基地でございました。師匠さん、コーペラな、ケーニヒスクローネとか、エストロイヤルとか、レゴリーコレとか、美味しいお店がいっぱいあるけど、大阪にはない。なるほど。そうです、洋介さん。AE はいいの、船体の AE です。今の AE の運転台に触れるわけではなくて、昔の AE の運転台に触れるということでございますので、そこはご了承ください。ご注意ください。今の AE の運転台は触れません。昔の AE の運転台に触れます。タッチさん、あと可能なだけ、KTR のね、二等価車両見学。いいですね。私も常磐ラジオも、しばらくちょっとネタがいっぱいいっぱいでございまして、皆さんにもね、お付き合いいただくことになるかと思いますけれども、総合参道、車両基地もですね、4月の配信の中でやってまいります。で、まあ、やっぱりその常磐特快なラジオのですね、まあ、2周年記念企画の一環でその総合参道の取材もやったんですけれども、すみのさん、彦根では青地にピンクラインですね、大鉄が日の目を浴びようとしてますということでね、黒木さん、クリーンシミュレーターの京急、東映、京成で線クリしたらいい初代が出てきた。ああ、いいですね。京成の車両っていうのは低速機能をつけるので、特急に関しては、これあくまでストレーシュデータで AE100 を運転した知識だけなんですけれども、低速つけるんで、マイナスプラス、マイナス N プラスになってるんですよね。京阪8000と同じで。だから初代 AE も同じなのかな。PKR さん、昔の AE の代償は、そうです。絶賛走行中です。なので、今の AE、その昔に展示されている AE に関しては、代車だけ変えてます。違うものに使えてます。スワロボさん、3300型の愛復古塗装はですね、解体寸前のものを取りました。青電は、私たちが見学に行った1日前、先週の火曜日に解体されました。で、赤電はもう解体されてると思うんですけど、私たちが行った時には解体、最後のもう解体前の状態を見ることができました。はい。ということで、まあ、一応 AE 型京成の昔のですね、スカイライナーというのが、こちらですね。これが昔の京成のスカイライナーでございます。で、これ車番とか、そういうものも全部いじっていいので、
この AE3 っていうところも AE1 に変えたりだとか、スカイライナーは方向幕ないのであれなんですが、赤連、青連なんかになってくると、その前面の、行き先表示なんかも変えられたりするということでございます。あ、なるほど、黒木さん、初代 AE のマスコは15ではなく、速度が刻まれてると、そうなんですね。それはなかなか面白いシステムですよね。そうです、遊べる仕掛けも本当にスカイライナーは運転台を動かせないんですけれども、赤レーン青レーンは運転台も動かせます。なので本当にマニアも楽しめます。しかも2週間に1回掃除されているので、すごい手入れが行き届いてて綺麗な列車でした。2000台、2世代前の、はい、宮古さん個人でも OK です。これ私今回は自分の本名で予約してます。なので個人 OK です。全然大丈夫です。もうウェルカムですね、京成は。なので京成のお問い合わせセンターに総合参道の車両基地を見学したい旨を伝えて、で月水金だけなんですけど、月水金だけなので、まずそので連絡したいという旨を伝えてもらったら、まず総合参道の電話番号を聞いて、で総合参道車両基地の電話番号を聞いたらば、そこからまた予約を取るということでございます。そうです、びっくり顔のという意味でしょうか、このスカイライナーですね。團十郎号の、そうですね、ありますね、ヘッドマークありましたね。でこの中にですね、側面の方向膜なんかをいじることができるところもありまして、例えば、海徳、東成田、芝山ですとか、そういうことです。あじみさん、こんばんは。ありがとうございます。22名の方ですね。首都深夜なのにありがとうございます。そうです。お、テロレン。これ以上は言いません。ということで、総合参道を見学しましょう。これ、個人でも見学できます。ただこれは、4月20日に、配信する際にもう一回個人でもできるというのは改めて言わせていただきたいと思います、ね、ではでは続きまして MD も紹介しましたし、これですね、昨日は私大移動日だったんです。広島から東京を経由して、長野に向かうという、ですね、経路だったんですけれども、アップグレードポイントっていうのがありまして、そのアップグレードポイントというのを使いまして、ごめんなさい、ANA の、飛行機ですね、エコノミーシートとプレミアムクラスというのがあります。で、アップグレードポイントというのがありまして、そのアップグレードポイントを利用しまして、プレミアムクラスに乗ってしまおうという、非常に無謀な、ことをやりました。ということで、そのね、アップグレードポイントを使って、プレミアムクラスを利用しまして、広島、東京を初めて、プレミアムクラス、高校生が利用させていただくという、そんな、一日もございました。まあ、一番助かったのはね、荷物が最初に出てくるという、それだけで、アップグレードしたんですけど、アップグレードポイントで、アップグレードしたんですけれども、そんなこんなで、ANA の、スーパーシートにも、スーパーシート、今はプレミアムクラスってですね、プレミアムクラスに登場する、高校生がプレミアムクラス、私もね、ありがとうございました。あいつらしさん、こんばんは。アップグレードポイントだと、このブルシュは、私のポイントではありません。私のポイントではありません。はい、ということで、ANA の、飛行機ですね。ただ、荷物が早く出てくる以外に、緊張しまくってですね、何もできなかったというのは正直なところでございます。ということで、あとは、ツイッターにはあげたんですが、ヒロデンに、こんなのが、師匠さんおやすみなさいませ。あたかびさんすいません、初心者すぎて。いえいえ、とんでもないです。難しいことを私が話してます。そうです。声が右に行ったり左に行ったり、ちょっと今
マイクが、特殊、左耳のそれぞれのマイク使ってるんですけれども、私顔を動かすのが多いので、ちょっとなるべく固定させるようにします。これ、ハノーバーの車両です。ただ、ね、結構、リツイートも回ってたので、ちょっと、この話題をご存知な方はいらっしゃるかな。高野みゆきっていう、キャラクターがヒロレンにいることはご存知ですかね。鉄道娘っていうね。その高野みゆきっていう人がなんかの記念だったそうでございます。お誕生日なんかそんな感じだったそうでございますけれども、それを記念して、ハノーバー電車を貸し切ってですね、イベントが行われたそうなんですが、その中で、行われていた、でございます。いや、ハノーバーはまだ乗れます。ハノーバーは、今期は終わりましたね。なので、次は10月になりますかね。10月に、また乗れます。ハノーバーはなくなってません。また来年も走ります。ドムトルントがなくなりました。ドムトルントのレストランがなくなったんですけど、ハノーバーから来た路面電車については、これ冬限定です。なぜかという、ドムトルントですね。はいはいはい。そうです。これからは対象、そうです。対象電車が夏になりますので、回ります。ということで、ちょっとお写真変えましょう。そうです。すみのりさんがおっしゃってるように、こっちを見てるよ、ガクブルの図なんですけれども。これ、見えますかね？奥の方にコスプレしている方々がいらっしゃるんですが、お面かぶって。最初見たとき、ちょっと、声を上げてしまいましたけれども。ね、運転手さんが笑って、ということで、ハノーバー電車の、そう、運転手さんも面白がってるですね。そういうのもグラーツ、そうですね、系統的には。プロビスの秘宝、今月の徳島発の全日空便、プレミアムクラスありのピンが最長でしかない。お疲れ様でございました。お面ってか、ドールなんですか？私は、しばらく詳細は、それ、あまり、コスプレとかしないので、わかりませんけれども。関節スペースはパンダがいる。パンダ。どこでしょうね。すみらさん、土佐年の外国で言うと、空調がない。そうです。空調がないのが原因で、冬しか走りません。ドイツとかね、涼しいですから、空調がいらないんですよね。なんですけど、広島は最高気温35度は当たり前の街でございますので、夏は対象電車で、涼しく動かして、で、冬はハノーバー電車で、しっとりと、広島らしさを動かしていく、ということでございます。ということで、もちろんですね、新型も乗ってまいりまして、これは、ヒロレンの新型ですね。ピッコロの方です。白島線とかですね、エヴァっていう方にね、向かう電車があるんですけれども、その電車にですね、乗って、楽しく、行ってまいりました。ということで、この広島電鉄の、でございますけど、ヒロレンに関してはね、全部3ブロでやります。常磐特快のラジオではヒロレンは取り上げないで、全部3ブロでまとめてぐーっと、やってやりたいと思います。テキアンさん、空調がないのに夏も冬も走ってるから、どっかの土蔵施設ですね。高松琴平。ヒロレンもこんなのができたんです。それさ、屋根に、氷を入れて終点で氷を補給。いかにも原始的なね、方法でございますけどね。黒木さん、そういえば土佐年は外国電車が定期運用が戻ってから初めての夏。あ、そうなんですね。住野さん、中華街がよくある若い女性の合法に予想ですね。お面をかぶる。ピッコ、これわかんないなぁ、ヨッケさん。もしかしたらちょっと世代のもん、
ピッコロというものがですね、出てまいりましたよ、というお話でございました。これからそうでするから、だったら900とか750、そうですね、増備はすると思います。ただ、ヒロレンって、なかなか配信を出さないんですよね。予備者として残しとくのが好きみたいなんです。なので、今回まだ廃車が出てないんです。運用離脱も出てないんです。そうするとね、このピッコロを入れることによって、何が置き換わるのかっていうのもすごい気になるところなんですよね。ニコニコ部のピッコロ、絵はって、ね、そうですね。大抵の方は読めません。ジャジャマルピッコロポロピ、違います。はい。ピッコロだよ、違います。そうです。予備車だとダイソーに使えるっていうのもありますし、あと750とか900っていうのは、列車大きいんですよ。今度サンブロでもお話しますけど。大型車なんで、重宝するんですよね。いっぱい詰め込めるんで。うん、そうですね。白島も初めてですわね。白鳥って呼んじゃいますよね。そう、ピッコロはこれ、大正列車。開業当初の、色をイメージして、この1001っていう編成と、1002という編成だけ、茶色にしてます。する、そうです。なので、それ以降の編成については、まだデザインは発表されてはおりません。ということで、これとサデンにあっても空気嘘。ただ、広島の、路面電車の、単車っていう風に路面電車を表現する1両の、路面電車がありますよね。その広島に走っている1両の路面電車の定員分がこの3車体連接です。なので、あんま詰め込めないんですよね。低床車ってね。そうですね、ラッシュ時は750と570ね。情報してますね。570。ということで。ごめんなさい。広島の路面電車についてはこちらサンブロで取り上げをさせていただきまーす。あ、570神戸だ。そうです。単車二軸、まあそこから派生したんだと思います。結局はもう四軸車になっちゃいますね。単車ですバイクになっちゃいますね。そう、昭和20年代には単車の方が多かった日より。今も、一両編成のことを単車っていうようになりました。うん。道が狭い京都は自然が残る余地がなかったです。そうですね。カススペースさん。北陸の茜カラーを思い出すこの色。なるほど、なるほど。ダルさん、緑色だったらどっからアニメのマッピング社員されそう。確かにね。プロさん、トサデンはスキャンダルがあって、低床車導入ところの先、あ、そうなんですか。あ、なるほど。まあ、ヒロレンもね、結局やっぱり補助金が入るっていうのは大きいのと、路面電車に乗るお客さんっていうのが他の街に比べて圧倒的に多いという、そういう現状もありますからね。ああ、高松の車両は1300円だ。ということで。で、まあね、宮古さん、私が湯鉄乗った時も、もは50型の釣りかけなんですよ。って、ね。そのまさ、そう、1900っていうのは、あれは、乗務員さんによると、扱いがものすごくいい。ブレーキの機械、マスコンの加速度も、加速も、ぐんぐん加速するということで、乗務員さんからの評判がいいということで、1900っていう車両は残ってます。元京都です。ただ、神戸の1150っていうのは、あれは、ちょっと調子が悪いっていうのと、あとカードを、バスカードを入れた時に、そのバスカードのスペースが邪魔になるっていうことで、一気に廃車が進みました。東洋 GTO、そうですね。っていうね、ものがありますけどもね。まあ、土佐伝のスキャンダルについては深くは触れずに、次行きましょう。まあ、序盤なじ、それで、まあですね、この、配信的には、一番核となる今回のですね、ま、今回の旅の、すべてのきっかけはキッズステーションクラブです。KSC の、
した後に、足を運ばせていただくということで、キッズステーションクラブというのはですね、長野県の南美濃和村ですね、南美濃和ですとか、辰野ですとか、そういうところの、子供たちですね、小学校、中学校の子供たちを集めて、歌って、踊って、演じられる集団を作ろうという、目的のもとですね、作られている、団体。南美濃和村どこだろう、坂さん。昨日いたじゃない。そう、M が悪い、南美濃和ですね。少し早く、南美濃和村の向かいを、はい、ここまでの、向かい、南美濃和村の向かいを見ろ、ですね。エンデンさん、ランデンは2001年で、2000年で着いたことも。ということで、これは南美濃和村の景色です。これ今朝の写真です。これが今朝か、っていう感じですけども。ジャカさんね、南美濃和村はどこだろうって。ね、昨日言ってたんだからわかるでしょって言わせていただきましょう。1900後は、おそらくね、というか、釣りかけ、ヒロデンはおそらく VVVF 化は推し進めないと思います、旧型に関しては。釣りかけっていうのも、意外とその構造が簡単なん、構造が簡単なのかな？なんか、手入れがしやすいっていうのもありますしね。あとは無理に改造してしまうとちょっとそれだけのお金がかかりますし、そう長くないんで、あとがなのでね、ということで昨日どころか5時までいたお疲れ様でございました。ということでキッズステーションクラブのコンサートにもお邪魔していただきましてね、非常に盛り上がったコンサートでしたね。坂さんにもです。いらっしゃいましたけれどもね。実は IGBT PMSM ですね。ただ、PMSM っていうのはね、モーターのお話です。電車っていうのは、モーターを動かす、交流モーターを動かすために、直流の電気を取っている電車。ありますね。大抵日本の鉄道は直流1500か交流2万です。で、直流1500の電気を取っている電車が、その交流モーターという効率のいいモーターがあるんですね。その効率のいい交流モーターに動かすためには一回直流から交流に電気と電圧を変える必要があるんです。なのでその電気と電圧を変えるために作られているのがインバータという機械でして、それが直流で入った電気を一旦交流に変えて、で交流の電気にしてモーターを動かす。でそのモーターが PMSM だったり三相コーラっていう話だったような気がします。虫がてららごめんなさい。はい、釣りかけメンテが簡単って言える全車車用の鉄道会社ね。はい。ということで、まあ、今回の旅のすべてのきっかけは、キッズステーションクラブの、スプリングリサイタルです。そんなこんなで、今私は、名古屋にいるよということにつながっていくということでございました。はい。で、あえて一個出していないものはですね、あ、タチーさんありがとうございました。ただ、番組もそろそろ終わりにします。あら、それは失礼いたしました。そうですね。間違ってたらごめんなさい。私も間違ったらごめんなさい。覚えるだけなのでね。ということで、今日はちょっと旅を振り返って参りましたけれども、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。最後にお付き合いいただいた皆さんに、コラキスペシャルのお写真をドーン。はい、ということで、そう、小倉さんね、大正マロン号、実はエナ教にいらし、エナ教タッチした時点で、小倉さんから、さやさんから、お誘いの言葉いただいたんですけれども、本当に島風の予約を取っちゃったのがね、後悔しちゃいました。大正マロン号乗りたかったって、ものすごく思っていた、常磐特快でした。はい。
ということで、今日は、そうです。なんか文字を入れればおしゃれになる。真っ黄色。そう。真っ黄色でございます。真っ黄色でございます。真っ黄色じゃありません。真っ黄色って言うんです。はい。サンフラワーイエローソリッド。ね。真っ黄色の画像を出しながら、今日の常磐特快なラジオは終わりにしたいと思います。深夜1時を回りました。年度初めでね、皆さん大変かと思われます。お忙しいかと思われますけれどもね、ぜひぜひ、お気をつけて、年度初めも気を抜かずに、お仕事、お勉強、続けていただければと思います。逆じゃないけど、そうですね、大きい色も嫌なんですよね。単色だとしたら丸系。ということで、今日の常磐特快なラジオは、何の下塗りですかっていうね。ということで、今日の常磐特快なラジオ、常磐ラジオフリートークということで、最後まで21名の皆さん、ありがとうございました。今日のね、配信はアーカイブにもちゃんと残しておきますけれどもね、ぜひぜひ、これからも、来週は通常通り、土曜9時に配信させていただきます。島風ネタです。島風の、ね、乗車レポ、こちらの方を配信したいと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は、常磐特快でございました。今日は、マイフレンドを流さずに、もう電話はしない、もう電話もしないを流して、配信終了とさせていただきます。ということで、この真っ黄色とともに、お別れしてまいります。この後もね、皆さん、私も明日、ピカチに帰りますけれどもね、引き続き、安全に旅していきたいと思います。ということで、次回は4月の、7日になりますかね。また土曜日の常磐特快のラジオでお会いしましょう。ということで、ここまでの、すべてカレーに、いや、あえて真っ黄色で終わりにします。ということで、ここまでのお相手は常磐特快でした。それでは皆さんまた良い夜を、おやすみなさい。あの頃の僕は死にたいくらい君に会いたい気持ちを、oh, 愛の深さのせいにしてた。笑える話だよ。いつも電話見つめて祈ってた。寒くて眠れない夜、oh, 君の仕事が終わる時間に必ず鳴るベルの音待ってた。愛してなんかなかったよ僕は。その体だけ心以外を抱いていただけさも。電話もしない貪るように君を抱いたのは愛じゃなくて欲望だけ。今思えば年下の君抱くような理由も見当たらない。してなんかなかったよ僕は。その顔だけが細い足が好みだっただけさも。電話もしない Thank you.
髪もやめないタバコも僕には合わない、君だったはずさ、胸の痛みは思いのせいじゃない、してなんかなかったよ、僕はその顔だけが細い足が好みだっただけさも、電話もしない、愛してなんか